年齢がパリに行きたかったとしても残して使います。その時の態度によりますね。やることやってくれたら最悪ね。もうプロの付き合いですから。そう。やることやってくれたら全然ね。そこでね、ただ自分、ただなんかこう、いい子というか、なんていうのかな。ただ、態度いいだけの子っていうのかな。扱いやすい子を使うのと、ちゃんとプロの仕事する子を使うのと、100ゼロの話はちょっとグラデーションというか、 生く合わせ飲まなきゃいけないところも出てきますからね。クラブの監督とかオーナーとかそういうのやってると。でも一人一人と話してその子のモチベーションとか、話せば分かってくれる子は多いですからね、うちの場合。あとドキュメントになってるところで言うとね、カーとかオバとも個別に話したし、なってないところでも個別で話したりしてますからね、<laughs> 僕は選手と <laughs> そう。それでね、話した上でその選手自身の、なんかこう気持ちの火が消えてなかったりやったらぞっていうのは、なんかね、不思議なもんで、 ごまかせないんでしょうね、多分。だからやる気ある選手はもう分かりやすく声出てもうものすごい気持ちだし、やる気なくなってる選手は本当になんかめっちゃ態度に出るから、なんかもうちょっとうまくやってくれよと思って。<laughs> その態度でサッカーされたらこっち変えるしかないじゃん、みたいな。そういうのあるんですよね。そうだから。 結構、人によってだけど、僕は実際自分の意思よりも、もう必然としてそうだから、それに乗っ取ってやってるって感じがすげえしますけどね。そういうなんかこう、この状況でこうなるならこっちつかなきゃいけないなとか、もう感情としてはこの選手普段頑張ってるし使ってあげたいけど、でもこの流れでこうだから絶対こっちの選手だなとか、それはもう必然としてこうセオリーとして見えてくるから、どっちやりたいじゃなくて、どっちをするべきの方が重要だからね。あ、筋トレとかそうっすよ。僕が筋トレしたいかどうか重要じゃなくて、もうクラブチームの 監督で YouTuber だし、もうおじさんになってこのまま誰々になっていくわけいかないから、必然的に体鍛える必要が出てきたみたいな感じでやってるっていう。多分僕の性格がそうなんですけど、全部その必然の方に流されるというか、これがやりたいことやりたいことっていう必然の流れとは別に、やるべきことよりやりたいこと優先する方がちょっと芸術家なのかもしれないですねで。それで結果を出せると、その人は称賛されるけど、そうじゃないとあの人は待ってない人だよねとか、なんかこう、寄せて人的な感じになっちゃうんだろうね。 別にどっちが言い悪いじゃないですけどね。でも僕はもうなんかサッカーの監督とか女とか、あの人の人生預かってるから僕が起用するかどうかでその子の人生変わるじゃないですか。か昨日和勢とオーバの動画とかも見てて、和勢の苦しみというか、まあ、 ね、もっと俺やれるはずみたいな。今実際に僕もアセイめちゃくちゃ期待してますね。ただ、アセイと同じように他の選手も大事だから、そこでね、アセイがアピールしてるからって、アセイを引きするように見えたら、みん、シュアブが壊れちゃうでしょだから、当然使われてない選手は面白くないし、その気持ちも分かってるし、使われてる選手は嬉しいけど、そうではない。今のこのチーム状況で、今の俺のこのパフォーマンスだったら、俺は控えだよな。でも出た時に絶対に序列覆してやるっていう気持ちを、理想はチーム全員に持たせなきゃいけないんですよね。明日もそういう動画になってんだけど。 それがねちょっと、オバとかアセの動画とか見てると心痛くなるというか、身が引き締まりましたね。なんか、必然選択しすぎて大きな失敗してございます。いや、ナイス、必然を選択できないときに失敗してますね。必然だから。必然を衝動によって変えちゃってるとき、感情的になっちゃったりとか、自分がやりたいことをやっちゃったりとか。